皆様こんにちは、トンクルです。今回はこちら、みんなでカービィハンターズの方を実況プレイしたいと思います。じゃあですね、やっていくんですけども、まあですね、ちょっと今日はですね、ちょっといろいろねやりたいと思います。じゃあね、まずですね、ジャムリンゴの収穫からしていきましょう。ジャムリンゴの収穫をするんだよね。はい、OK です、します。ジャムリンゴを14個収穫した。 OK ですね。それではね、 OK なんでですね、こちらのさすらいの旅人を呼ぼうであります。じゃあね、呼んでいくんですけども、こちらですね、2回ほどね呼ばれたい方はですね、あのね、お金っていうかね、ジャムリンゴが必要になります。5個ぐらいですね。まあですね、気をつけて使ってください。じゃあ呼びましょう。はい、こういうふうにですね、インターネットに接続して旅と呼びますかって出ますが、私はですね、まだ1日も呼んでいないので呼びます。あれ戻りました。逆に怖いですね。呼びます。さあ、誰が来るのか。おお、来ましたね。3人の旅人からお土産をもらった。炎のかけら6枚、水のかけら4枚、光のかけらが8枚。はい、こんな人たちが来てくれました。ありがとうございます。ですね、大変嬉しいです。こういう風にね、旅人3人までしか呼べないんですけど、あの任天堂スイッチ版の、スーパーカービィハンターズ版はですね、6人まで呼ぶことができます。でですね、ちょっと待ってください、画面が暗いですね。毎回すいません、本当に。どうですか、ぶっちゃびやすいですね。これですね、これをですね、あの、インターネットしかね、呼ぶことしかできないんですけど、任天堂スイッチ版であればですね、オフラインでもね、オンラインでも、することができます。ただし、任天堂オンラインにね、加入していないとね、できないものですので、注意してください。ちなみにね、私は加入していません。なんですけど、まあ、ですね、まあですね、無料体験がね、7日間できるのでね、それをしたらできるんじゃないかって、と思います。皆様やってみてください。で、私ですね、まあ、ジャムリンゴをですね、買ったことがあって、まあちょっと、個人情報に関わってくるプライバシーみたいなものなので、ちょっとできませんですけど、こちらですね、私から買いましたマジカルマホロワ Z。 私ですね、あの前に来た旅人でですね、あのこれがね、ずっと欲しいと思ってたんですよ。ですね、やっと手にしたっていうか、もう売り切れてるんですけどね。もう私ね、もう欲しくて買っちゃいました。で、最も最強なのはこちら、プラチナマジックロッド Z。こちらですね、とってもね、すごいんですよ。攻撃がプラス208、プラス90、回復、フレンドメディオが40。こちらですね、とってもですね、お得なビームです。しかもですね、これダイヤモンドかな、かっこいいですね。じゃあですね、これもですね、実は、もう全部買ったので、もう買えませんけど、まあ、ここら辺とかはまだ買ってないんですね。ですね、私ね、まあ、カービィハンターズっていうと、まあ、僕は、まあ、ですね、僕はですね、ビームがね、すごく大好きなんですよ。まあ、なぜかっていうと、ビームはですね、貯めるだけなので、時間を止めることができるんですよ。じゃあですね、早速やっていきましょう。それですね、やっていくんですけども、
今回ですね、このね、極鬼ランク新ラストバトルやっていこうと思うんですが、はい、こちらですね、もう強そうですよ、もう強いじゃん。どう見ても強いよ、これ。どう見ても強いよ、これ。じゃあ、やってみましょう。やる気30なんですが、私は、やる気100あります。私はですね、これ、ちゃんと1分で溜まるやつ買ったんでね、1分で溜まります。それでですね、ちょっとですね、まあ、3人ビームにしといて、まあ、薬も連れていきましょう。それじゃあやっていきます。キングディ読めなかった。はい。うわーいけ。うわーいけるこれ。もうこれ強いよこれ。戦ってる時点でこれ。もうやばいってこれ。もう音楽もね、もう、すごいですしねこれ。これですね、あのですね、後ろにいた方がね、いいんですよ。これ前にいたら危険なんでね。この時はですね、こうやって、避けてくる。うわ！ありがとう、お友達。本当にありがとう。感謝です。じゃあ、この間にですね、当てておきます。こうして、うぅ！やめてくださいよ、もう危ないですね、もう。こいつね、ジャンプしてくんのうざいんだよね、これ。しかもですね、攻撃されたらですね、あれ、ダメージ食らうの大きいからね。皆様のね、ああ、気をつけて、してください。そうですね、これを倒せるかどうかですね、検証してみたいですね。まあ、検証中です。さあ、今、怒ってですね、なんと、最強モードになってしまいました。このうちにですね、ビームで溜めておく、まず。こういう風に溜めておいたら、ほら。もう溜まったでしょ。まあ、デデデだよね。まあ、太ってるんで。これがデデデだよ。うーわ、こっちに、こっちに来る？いや、こっちに来る。いや、こっちに来ます。こいつね、向こうに行くのはざいんですよね、これ。もう、お腹がやばいことになってるんで大丈夫？病気ですか？うーわ、行けますかね。うーわ、ちょっともう体力がやばい。体力がない。あ、やばい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 。やばいやばい。うーわ、やられました。助けてー。いや、ありがとう。ありがとう、本当に。ありがとう。うーわ、危ないもん、これ。もう日本でこんな、わー、いや、強すぎない？ありがとう、ありがとう。ありがとう、本当に。わ、でも、もう倒せそうですよ。やばい。やばい。早く死んでくれないか。はい、もうこの間に攻撃しちゃいます。あ、石板が出ました。皆様、石板を取らないように。取らないようじゃない。取らなかったら何もならないじゃん。ドン、ドン。いけ！惜しい。惜しいですね。あ、5万、あ、倒せました。倒せましたよ。はい。もうね、こいつはもう鏡の中で死んでいきます。もうこれお葬式じゃん。言ってみればお葬式だよ。え？はい、クリアですね。これでね、本当はですね、エンディングあるんですが、もう私は、全クリしてしまったので、
もうそんなのありません。はい、OK です。5多いですよね、結構。ということですね、デデダイを倒せるか検証してみました。ですね、面白いな、ですね、あ、ごめんなさい、話がね、まとまらなくて。あ、今日はですね、デデダイを倒せるかという検証でした。皆様もなですね、もしよければ、個性的な人はですね、僕の、裏技を使って倒してみてはいかがでしょうか。この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。